暗黒帝国軍の記憶、この英字では魔人の力をこの英字から、セルと暗黒帝国軍の記憶、暗黒ドラゴンボールと力の大会に他のうちこの英字では暗黒ドラゴンボールこの英字から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 暗黒帝国軍の記憶完熟悟空さんがついに就職したぞ。DB商事に就職した悟空さんが取引先として、ここでは他の英字のミッションで遊べるぞ。この英字では破壊神ビルス様が強い戦士を求めて地球へやってきているぞ。 破壊神ビルス様が強い戦士を求めて地球へやってきたぞ。ビルス様の機嫌を損ねてしまったら地球が破壊されてしまうかもしれない。だが君の実力なら大丈夫だろう。頼んだぞ。画面のこのミッションにするならもう一回タッチしてくれ。このミッションにこのミッションではこのミッションに。さあ、 行こう。 7枚まで登録できるぞ。登録競技の賞を始めよう。このチームで戦うならチーム決定だ。次にバトルアプリの発動ラウンド決定だ。バトルで使用するアイテムを選ぼう。 出発すると戦争開始。敵が現れた。準備はいい。 アタックエリアでは攻撃、仲間のアビリティ発動だ。よし、作戦決定。仲間のアビリティ発動。いいぞ、敵の戦闘力を上回った。 君が成功だ。仲間のアビリティ発動だ。君のチームの攻撃だ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。やるじゃないか。仲間のアビリティ発動だ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。やるじゃないか。
サポートエリアではキャラクター適応アビリティ発動だ。終わりにしてやるぜ。ゲットモード突入。使っているゲットカードを順番に枠の中、そのカードをそのカードをそのカードを使っていく力が解放されたぞ。ゲット復活技発動準備完了。終わりだ終わりだ。終わりは終わりだ。あなたは無効だ。展開エリアで敵に攻撃。よし、作戦決定。チェンジモード突入。カードをこす敵を止めるな。いいぞ。そのまま直撃つけろ。よし、その調子。なんて凄まじい気だ。着をつけてやる。スーパーサイヤ人。なんて凄まじい気だ。やってみます。スーパーサイヤ人に。いいぞ、敵の戦闘力を上回った。君は成功だ。君のチームの攻撃だ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。いい攻撃だ。戦いだったぞ。やった、俺たちの勝ちだね。これが今回のスコアだ。素晴らしいスコアだ。次のバトルも楽しみだな。アイテムゲットだ。バトルアプリ発見。おや、もっと強くなれる。バトルで頑張ったこと、経験値がもらえたぞ。バトルアプリのチームボーナス効果で経験値がアップしていける。あった。運がスーパービッグボーナスの経験値がアップしたぞ。ブルームマークがついてるミッションで遊ぶ。やあ、よく来てくれたね。このミッションではスーパーさ、行こう。戦うキャラクターを登録する。このチームで戦うのはチーム決定だ。恐怖のショーを始めよう。画面のこのミッションでは、さ、行こう。戦うレディーには手加減しなさいよ。おや、君
次にスーパーヒーローロボのバトルアプリバトルアプリを発動バトルアプリの発動ラウンド決定だ。バトルで使用するアイテムを選ぼう。では出発すると戦争開始。敵が現れた。準備はいいか。よし、あれはスーパードラゴンボールだ。なんて大きさなんだ。スーパードラゴンボールを持ったまま勝利すれば手に入れることができるぞ。スーパードラゴンボールを持っていると戦いを勇気仲間のアビリティが発動だ。敵のアビリティが発動だ。体力ボーナスが発動だ。バトルアプリを時間のワップ敵のアビリティ発動だ。赤いエリアで敵に攻撃。青い都市発戦決定。仲間のアビリティ発動だ。いいぞ、敵の戦闘力を上回った。パワーが溜まったぞ。スーパードラゴンボールレベル2だ。スーパードラゴンボールのレベルが上がった。君のチームの攻撃だ。ボタンを押せ。パーフェクトだ。君の勝ちだ。連携効果で気力が回復したぞ。やるじゃないか。止めない。ボタンを押せ。ミラクルパーフェクトだ。君の勝ちだ。連携効果で戦闘力が上がったぞ。いい攻撃だ。スーパードラゴンボールを奪ったぞ。
ードラゴンボールを手に入れたぞ。おめでとう、見事な勝利だ。やった、俺たちの勝ちだね。これが今回のスコアだ。スーパードラゴンボールをゲットしてスコアがアップしたぞ。ウルトラクリアだ。すごいじゃないか。想像以上だ。やはり君は本物の戦士だ。スーパー通信中ゲットだ。ゲットだ。バトルアプリ発見。おや、もっと強くなれる。バトルで頑張ったこと、経験値がもらえたぞ。バトルアプリのチームボーナス効果で経験値がアップしたぞ。やあ、よく来てくれたね。このミッションではスーパードラゴンボールバトルで戦える。さあ行こう。戦うキャラクターをこのチームで戦うチーム決定だ。本気でやろう。レディーには手加減しなさいよ。おや、君と一緒に戦う。次にバトルアプリを発動。バトルアプリの発動ラウンド決。バトルで使用するアイテムを選ぼう。では出発すると戦闘開始。かなり手強そうな敵だ。心してかかってくれ。スーパードラゴンボールだ。なんて大きさなんだ。スーパードラゴンボールを敵のアビリティで頭の上から体力ボーナスを与える。バトルアプリをラウンド1赤いエリアで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 
まった。敵の戦闘力がこちらを上回っている。敵が先行だ。仲間のアビリティ発動だ。パワーが溜まったぞ。スーパードラゴンボールレベル1だ。敵のチームの攻撃だ。スーパードラゴンボールバトル発生。ボタンを押せ。ミラクルパーフェクトだ。君の勝ちだ。いいガードだ。スーパードラゴンボールを守ったぞ。スーパードラゴンボールバトル発生。ボタンを押せ。しまった。スーパードラゴンボールが奪われてしまった。敵のアビリティ発動だ。ボタンを押せ。ユニット効果発動。敵のアビリティ発動。アタックが強い。赤いエリアで敵を攻撃。青いエリアで気力を回復だ。よし、作戦決定。仲間のアビリティ発動だ。チェンジモード突入。カードをこすって強く攻めるんだ。いいぞ。そのままこすり続けろ。よし、その調子だ。なんて凄まじい気だ。スーパーサイヤ人に変身したぞ。なんて凄まじい気だ。スーパーサイヤ人。いいぞ、敵の戦闘力を上回った。パワーが溜まったぞ。スーパードラゴンボールレベル2だ。君のチームの攻撃だ。仲間のアビリティ発動だ。ボタンを押せ。止めだ。ボタンを押せ。どうだ。ジェット必殺技発動。一気に蹴りつけてやる。
なんて凄まじい気だ。ロックオンモード突入。カードを動かして敵を狙う。仲間のアビリティ発動だ。ずれるぞ。いいぞ、敵の戦闘力を上回った。パワーが溜まったぞ。スーパードラゴンボールレベル3だ。スーパードロップ。君のチームの攻撃だ。仲間のアビリティ発動だ。スーパードラゴンボールバトル発生。ボタンを押せ。仲間のアビリティ発動だ。ボタンを押せ。ミラクルパーフェクトだ。君の勝ちだ。連携効果で気力が回復したぞ。やるじゃないか。君の勝ちだ。やるじゃないか。どうだ。カメハメ。狙った獲物は逃がさないよ。KO。 君の大勝利だ。いい戦いだったぞ。やった、俺たちの勝ちだね。これが今回のスコアだ。素晴らしいスコアだ。次のバトルも楽しみだな。新しいミッションが解放したぞ。アイテムゲットだ。バトルアプリ。もうこのラウンドのバトルアプリが行ってみてえだ。このラウンドのバトルアプリを捨てるしかねえみてえだな。捨てるバトルアプリを選んでくれ。このバトルアプリ、このバトル、捨てたバトルアプリが経験。おや、もっと強くなれる。バトルアプリのチームボーナス。バトルアプリを捨てたもん、経験値アップだ。レベルアップ。やるよ。レベルアップ。仲間との人数が高まったぞ。運がスーパービッグボーナスの。やあ、よく来てくれたね。このミッションではレジェンドクリアに挑戦できるようだぞ。
面を指で動かして冒険するエイジを中央のカーソルに合わせよう。カーソルが合っているエイジをタッチするとそのエイジへ出発するぞ。